はい、ということで4日間が経ちました。皆さん4日間どうでしたか。はい、じゃあチームリーダーに聞きます。なんかめっちゃ重いんですけど、すでにヒマジンとディーディーか。ディーディー忙しかった。ヒマジンさん割と頑張ろうとはしてた。めっちゃチームメイト一丸となって頑張って作成しました。ヒマジン頑張って、なんか諸説あるの。ヒマジンはアーケンさんが何もやってないって言ってるよ。ヒマジン何もやってない。よくハブで見ました。ずっとハブで放置。ディーディーは建築税中心となって建築しました。まあまあちょっと見ますか。まずは、はい、じゃあ行きます。オープン、解説してください。その内容を、その解説できる人が。おお、なんだこれ。4日間ってマジこれ。じゃあまず赤から行くか。これマジ。これマジ。青チームの主な建築税は、誰だ。青チーム主な建築税は誰。フニャ、朝日、アローネ。ほう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 。あ、やば。この企画のために三鉄して匠もう限界そうなんですけど、でっかい金作ってくれる人いませんか、匠今日。赤は匠ジャストロ、野良犬ディーディー。おー。え、なんかアーケンの背中からなんか忍び寄るなんかヒデがいるんだけど。なんか忍び寄ってる。みんなやってくれた。あ、そうなんだ。割と赤チームはみんなで、あ、確かになんか赤チームの人たちがみんななんか映ってる。あ、なんかめっちゃいい雰囲気じゃん。雰囲気よ。和風スチームパンクをコンセプトに増築しました。え、すごい、めっちゃいい感じじゃない？演出あります。奥の時計に注目してください。はい。おお、すげえ！なんだこれ！何この超技術！何これ！超技術やん！音が！ごめんなさい、これ超技術すぎです。何これ。影モッドはまたちょっとしてから入れます。ちょっと一旦影モッドなしでみますわ。これはやばい、ガチンコすぎ。たったの4日間でこれか。なんか長月がなんか長月吊り下げられてる。これ何釣れたの。これ大量タコワサがなんかいいね。このタコワサいいね。なんか水揚げされてる、なんかブリが。かわいいタコは、チビタコはさがなんか、長月持ってる。かわいすぎー。おー、これは何？この造形は野良犬？この女の子。これかわいいね。超いい。うまいね、造形、野良犬。さすがやっぱ絵描けるとこういうのうまいんだな。絵描けるとうまいんだな、こういうのね。お。おー、なんかホバーボードみたいに乗ってる。かわいい。我が作った。いやー、これはちょっと感服だな。感服ですわ。かわいい。なにこれ。お、防具盾めっちゃかわいいよね。なんかカメラ持ってるし、ダミとも。切り取ろうとしてる、なんか。かわいすぎ。これちょっとね、ずっと見てたいぐらいすごい。やばい、くんさん大変だ。ん？何これ、何してる、何してるのこれ。あー、なんか、アーマースタンドでこれなんか飛んでるんだ。え、やば。何これ。歯車一つ一つこだわってます。え、これさ、匠、え、すご、いや、なんか、すごいんだね。50人クラフトってすごいんだな、なんか。時計の針は21時を指してます。参加型開始の時間です。なるほどな。
まあ、ちょっと細かいところはもうちょっと後で見たいけど、一回ちょっと青行きますか。かくれんぼみたいな企画とかやりたいよね。確かにちょっと企画で使えそうなんで、普通に。1時間遅れてくる前提じゃん。朝日くん、21時になったよ、参加型の開始は。20時じゃなくて。この話したよ、朝日くん。それでは、青チーム、暇人チーム見ていきましょう。テーマなどなどお願いします。おー、あろうね、ふにゃんとり、朝日くん、私たちの建築を教えてあげなさい。こっちもある。おー、お前建築してない。なんか仲悪いな、なんか大丈夫こっちチーム。暇人多分テーマ知らない。何もしてないから何もわからないだけ。最初朝日くん泣きながら一人でやってた。これ温泉みたいな感じか。こちらは ABCD ブロックに分けられていて、中心の球体に沿って分かれてます。右下が繁華街、左が壁。何の話してんの？右下って何？だいたいこれ何言ってるか分かんない。すいません、何言ってるか分かんないです。うわー、なんかでもめっちゃいい、この辺。うわ、やばやば、ここ大好き、この感じ。タコワサたちがなんか飲み会してる。めっちゃいいなー。うわー、すげえいい。撮影直前までドクさんが防具立てのこの手作り続けてた。めっちゃいい。ドクさんずっとやってた。うわ、めっちゃいい。なんか50人クラフトならではって感じやな、この感じ。ほんとに。50人クラフトだからこそできるものって感じだよな。おー。1万円のフレアントリー作の獅子舞もすごいですよ。これか。ふにゃんとりーのやつ。これもすごいな。この獅子舞すごくない？なんで獅子舞なの？確かに。どういうテーマなの？これは。造形めちゃくちゃうまいね、ふにゃんとりー。造形めちゃくちゃうまいよな。さらっと見てるけど、造形めちゃくちゃうまい。知らん。すご。お、毒状態。モンキー D 毒状態。うわー、渡すやつ、これオールか、これ。え、めっちゃいい。生活感めっちゃいいね、ポリタン。かわいい。何これ、アーケンか。アーケンがなんか売ってんのか。アマスタの作り込みやばくね、ここ。やば、これ。おー、ウルンルートカンタスケだ。赤川の壮大さに勝てないので、細かいところに気を配りました。俺はちなみにほぼ全ての防具立て私が動きをつけました。ほっこりすぎる。かわいい。何これ、何この可愛い感じ。なんかどれもいい感じだね。なんかなんか動き出しそうな感じしない？わ、中心がやば。ふにゃんとりやな、やにゃが話してる、なんか。くんさん、ここも見て。ん？あれ？箸置き。注意、当店お箸の直置き禁止となってます。なるほどね。直置き禁止のお店なんだ。ゴリラミがじっと見てるの面白い。確かにこいつやべえな、みたいな。こいつやっばって顔して見てる。これ僕が店作ってドクさんが作った。なんか歩いてたらもう隣駅の方が近いよ、的な地下街。ああ、わかります。なんかめっちゃいい。ほっこり感半端ない、マジで。すげえほっこり要素感じる。
え、これやばい。良さが違うわな。ついでにここにはドクさんが作ってくれた生ゴミとして捨てられるカメスさんがいます。そんな捨てコマンド勢のあれか、屋台みたいになってんのか。うわー、これ絶対保存しときたいな。これ絶対サーバー保存した方がいい。これ相当すごいわ。いや、なんか1週間放置とかやったけどさ、なんだろう、こうテーマを持たせてこんな作ってないじゃん。バラバラにとりあえず作ったけど、こう協力してやっぱ作るっていうのは熱いね。カイジさんの作品ある。ん、あ、ここなんかチンチロみたいなことして遊んでる。あー、全員協力じゃなくてなんか対決ってのもよかったね。建築税が増えてクオリティ上がった。ここ駅か。ポリゴン、引かれる。いや、なんか建築税入れて本当に良かったなって感じだよね。新しく俺ファニコンオフっていうのがあって、それでもさ、次参加型の人入れるとしたらどういう人入れますかって言われて、何かしらマイクラができる人にするかなみたいなこと言ったけど、やっぱ建築税みたいな、もっといてもいいよね。別に建築税だからといって面白くないわけじゃないじゃん。別にディディとかってさ、ジャストロフニャントリーとかさ、ちゃんとみんなキャラあるじゃん、なんかしっかり。だからなんか別になんかただの上位互換みたいな、アローではないけど、特にキャラは。棒も何もない。暇人くんが作ったところは何、ここだね。ここ中って何？埋められた。ん？暇人さんの建築、しょぼすぎて朝日くんに手直しされた。え、何これ？え、この地下鉄みたいなの作ったってこと？この地下の。区画整理で全部壊れた。何も残らない。実質朝日の手間増やしただけ。マジゴミじゃん、マジこいつ。ゴミかすすぎる、マジで。なんなん、お前。俺が線路4時間かけて引いたのに1日後全部なくなった。頑張ろうとはしたんだ。なるほどな。これが剣プロだったってマジで信じられない。はい。ということで、ここでですね、はい、統計タイムでーす。今回ですね、実は亀下くんが裏で統計を取ってました。その統計の内容なんですけど、このサーバーに入ってからのデータ、ブロック設置数の統計を取りました。何ブロック置きましたとか。ちなみに、さっきこれがケンプロだったなんて信じられないって言った下沢は6ブロック置いたらしいです。6ブロックです。4日間で6ブロック置きました。まあ、ゼロは、まあ、しょうがないにしても、下から行っていこうか。全然置いてない奴ら。カメスタ、2ブロック。あ、ちなみにカメスタ一番低いです。ブロック置いてる中で。とりあえずブロック置いた中でカメスタ一番低いです。カメスタ2ブロック。トンガリ3ブロック。田辺5ブロック。下沢6ブロック。マイク11ブロック。ヨシコちゃん13ブロック。ウミナ46ブロック。ヤチ164ブロック。陰キャ転生203ブロック。陰キャ転生でも200ブロック置いてんの？それ以下何なんだよ、一体。1位いきます。1位は、あ、でもこれ多分ね、ワールドエリットとか入ってないのかも、もしかしたら。たくみくんが入ってないんだよな、なんか。たくみくんがランクに入ってないです。大丈夫か、これ。1位が、ジャストロです。ジャストロさんのブロック数、56,324 ブロック。すさまじいですね。5万ブロックか。赤チームですね。赤チーム。で、2位、フニャントリー、青チーム、54,824 ブロック。この2人が突き抜けてます。で、次、朝日、36,147、朝日くん頑張った。たくみ、37,58 ブロック。ディーディ、19,063 ブロック。イニ、18,428 ブロック。イニすごいよ。建築税じゃなくて一番頑張ってるのイニですよ。ちなみに。次、ブロクリボー。クリボーもめっちゃ頑張ってます。17,393 ブロック。タコワサ014。タコワサ014！ なんだお前なんだタコワサ014がめっちゃ置いてるぞ。どういうこと？何してんのタコワサ014って。タコワサ新規2名頑張ってた。普通に頑張ってたのタコワサ。
タコアサ999もね、なんか頑張って6000ブロック置いてる。アローネ、14758ブロック。ニシトも頑張ってる。1万ブロック。1825ブロック。ノライネ9100ブロック。バドルド8100ブロック。デンデン6500ブロック。チルノ6300ブロック。タコアサ999、6000ブロック。ボウ5300ブロック。アーケン5000ブロック。ノジャジャ4800ブロック。ノルノル4700ブロック。ポリゴン4000ブロック。あたりですかね。あれなんか、で、あ、ヒマジンは暇人2911ブロック、あの、桁っちゃうんですけど。アーケンの半分しかやってません。アーケンさんの半分程度しかやってません。タコワサ893以下。あの、カイジでも1540置いてます。暇人さん。暇人さんカイジぐらいっすね。暇人さんカイジぐらいっす。活動レベル。大体。暇人くんは、で、これどっちが勝ち負けするか。し、ミルダムで決めますか。赤 VS 青。ミルダムで決めます。僕にはちょっと決めれないです。はい。じゃあお願いします。DD 赤 VS 暇人青。807対291。赤 DD。赤 DD の勝利です。おめでとうございます。まあ、これ暇人のせいな感じするよね。なんか、暇人のせいな感じ。完全デバフじゃないこれ。暇人のデバフ入ってないこれ。あの、新規建築勢がなんか暇人叩き落としてんだけど。さよなら。ちょっと影モッドで入り直しますか。おー、やば。おい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 、マジか。うーわ。正気かこれ。これがいいな。めっちゃ綺麗だなー。これは。これはすごい。すごいなー。これはすごいわ。なんか芸術作品だろ、もうこれ。これ芸術作品だろ、もうこれ。なんか賞に応募できるぞ、これ。かっこよすぎ。建築勢、かっこよすぎだ。みんなで話し合った一人の意見で完成したわけじゃない。あざす、ふざけんな。おめえじゃねえよ。お前の話じゃねえ。黙ってろ。口を開くな。いやー、すごいなー。いや、青もすごいけどね。昼にしてください。おー、いいね。両方見えんのやばいな、これ。すごい、ちょっと感動的すぎる。フヤントリのし、これすごいな。これで見るとなんか造形が際立つね。いやー、すごかった。造形斜めにやってんのやばすぎ。確かに。確かに、さらっと斜めに造形してるけど、すごいよな、これ。まあ、青側は中の作り込みもあるからね。そう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 。細かいところもあるから。細かい作り込みが、なかなか、両方とも、すげえ良かったよ、めっちゃ。イマジン以外。勝手にチームリーダーにしたんだろう。まあ、それはそう。かわいい。ドクとヤチとフォーリカ、ワード。かわいよー。獅子舞が、いやー、青は夜の方がなんかすごい映える感じするかもな。あの、フニャントリの建築がすごい。夜の。フニャントリの獅子舞がえぐい。なんかもう、これがもう、大目玉、もう、すごいね。台湾っぽさあるよな。台湾っぽい。なんか、雰囲気が。なんか、タコワサたちがなんか農家にいる。かわよい。細かい建築見て。朝日くん頑張ってた。
朝日くん今回はマジで頑張ったよ。朝日くん頑張ってるよ、ちゃんと。ちゃんと建築税のこう、威厳は、なんか守った感じがする。朝日は、朝日に関しては。建築税としてのこう、プライドが見せれたよね。何見せれたよねって。何目線だ。どこからの目線なんだお前の目線は一体。何の目線それ今の。